はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のみっちーでーす。今日も YouTube でリアクトフロノットやっていきたいと思います。本日のゲストのなぎさん。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何やら、カットモデルに、はい、興味があって、行ってもらったんだけど、どうみたいな。半月前くらいに、前々からカットモデルっていうものに興味があって、たまたま募集が近場でかかっていたので、応募してみたんですね、うん、なんかちょうどその時髪伸びてて、あ、結構切ったんだ。鎖骨ちょっと上くらいまで伸びきってて、いつもショートカットからボブまで伸びたらショートカットに戻すみたいなルーチン繰り返してるんですけど、ちょうど伸びてたので、あ、いい機会じゃんと思って応募したんですよ。なるほど。いざ行ったらなんか結構落ち着いた感じの女性のんですよ。あ、女性の方なんだ。美容師さんで、うん、あ、大丈夫そうだなってお任せしてて、うん、どんどん切っていって、あ、やっぱ意外と切るよなって思いながら、ああ、なるほど。それは分かってたんで、両方だったってよかったんですけど、はい、うん、終わったので、先輩になんか見せるために、ちょっと声かけてきますっていうので、うん、その女性の方が離れてて、うん、ちょっと私のなんか視界の外に離れてったんですけど、はい、泣き声が聞こえないんですよ。やっちゃった。ああ、なるほど、ね。あれ、これ失敗したのか。でもなんか最終的にショートカット上手くなったねって褒めてもらってて、うん、ありがとうございますって言う、微笑ましい、そうそうそう、よかったねって、よかったですねって言って、うんうん、で、ありがとうございましたって外に出て、で、成功してるのかな、確かにめちゃくちゃ燃えありますよ、それね、大丈夫かなって思いながら、ね、帰って髪洗って乾かすと、うん、今日ちょっと落ち着いてるんですよ、うん、こうなるんですよ、こうなる。ああ、はいはいはい、結構トップ短いですもんね、はい、確かに浮き癖が結構あるから、めっちゃハート型みたいになって、うん、それがまず一番目は失敗したのかなって思って、うん、頭大きくなっちゃったって感じですね、かもしれないですね、うん、襟足もちょっと気になるなって思いながら、うん、そんななんで派手な失敗ではないなって、うん、なんかこれはこれで可愛いな、うん、でもなんかやっぱピンとこないな、うん、まあまあ確かにっていうのを繰り返して、うん、思わずレッツショートカット失敗で検索かけたら、はいはいはい、みっちーさんの動画がわーって出てきて、見て、まあそこのショートカット可愛いじゃんってなって、うん、応募しちゃおうって言って応募したんです。受からんやろと思って。まあ確かにみんな言うそれは。はい。受かっちゃったので、うん、来ました。来るしかないですよね、受かっちゃったので。受かっちゃったので。待って。君の未来かもしれないからね。頑張って練習してください。で、今そんな困っているところっていうのが、今日雨だから落ち着いてるかもしれないですけど、うん、ここがなんかパーンってハート型になって、うん、湿気でこう、ね、落ちてるもの、ね、しまいやすいっていうのが、うん、まあ、一番悩みで、あとはここがピョインピョインって、うんうんうん、ボリュームを出すためにこう膨らませるっていうのはよくいつもするんですけど、へこますために頑張るっていうのはなんか初めてだったので、なるほど。っていうのと、あとは、まあ、なんか前髪がすごい厚ぼったくなった気がして、うんうん、まあ、長すぎるのもそうなんですけど、うん、カットモデル行った時になんか失敗してるかもしれないってちょっと怖くなったので、うん、長めにオーダーしたんですね、うん、なんで長さだけ調整いただいて、なんかでも前よりちょっと重くなった気がするのは、こちら辺の髪がもしかしたら前髪に来たのかもしれないなって思いながら、うん、自覚したいかなって、うん、あと、うん、私悩みがもともと後ろが絶壁なので、うん、とそのカットモデルに行った時も後ろが絶壁なのが気になってるので、ボリュームが欲しいですっていう風に言って、なのでちょっとかなり短く切っていただいたと思うんですけど、うん、結構上の方でなんかボリュームが出てしまってるので、うん、もうちょっと下げたいかなとか。まあ、でも確かにおっしゃってたように、はい、そのすごい大失敗っていう感じでは、うん、まあ、一見なさそう、はい、ある程度形にはなっていると思います。うん、やっぱり、まあ、アシスタントでね、うん、まだその、スタイリストではない、うん、未熟な、まあ、立場ですから、うん、まあ、とはいえ、まあ、練習もちゃんとしてはいるだろうし、すごい丁寧に切っていただいてました。ね、うん、パッと見た感じは、しっかり形にはなっているとは思います。うんうん、はい。まあ、やっぱりその、人形で切る練習と、実際の、お客様、人間で切るのってやっぱりもう全然違うから、うんうん、人形だったらやり方を1個覚えればいいんですけど、うん、人間で切る場合っていうのはそのやり方をもとに、うん、あ、この人はここが跳ねるなとか、うん、この人は鉢が張ってるなとか、絶壁だなとか、浮くなとか、いろんなこう要素を加味しながら、うん、切っていく、うん、ので、まあ、やっぱり経験、まあ、していかなきゃいけない部分ですから、うん、彼女の未来を、ね、今後もまあ上手くなりますよねっていうところではまああるんですが、まあ、その形にはなっている、うん、まあ、なんとかセットすればなんとかなる、そうですね、うん、はい、だからまあドライヤーだけでじゃあ簡単にまとまるかとか、うん、そういうところのまあやっぱり違いよねっていうのは、うん、
まあ、まあある程度仕方がないかなっていうところはあるので、はい、まあでもやっぱりここね、うん、短い襟足が気になるっていうのは襟足なんか一箇所固まったようになってるような気がしてて、固まりはそんなに目立たないから、でもその襟足の流れ癖があるので、うんうん、それがやっぱりあのなんかこうなってるから、うん、それでなんかボテッと溜まって見えちゃう時があると思います。素材としては、量多めで、まあ、鉢はまあ骨格的には骨的には普通です、うん、で、絶壁気味です、うんうん、で、まあ、髪の毛的にはまあそんなに強い癖があるわけではない、うん、基本的には直毛の部類かなとは思います、うん、ただまあちょっと緩いうねりはね、うん、あるので、まあ、直毛でもなければすごい癖毛でもないよみたいな、うん、まあ割と多い髪質、まあ、でも使っていうと直毛の部類でいいと思うんですけどね。そうですね、うん、いつもあのボリュームだったのに一生懸命されたようで、うん、あ、なるほど、はい。で、一番の、なぎさんの一番のポイントは、浮き癖が強いんですよ。浮き癖？はい。髪の毛が、こう生えてなくて、うん、こう生えてるんです。そしたら、まあ、こうなりますね。そうそうそう。特に、この鉢から、鉢の付近は、やっぱり結構、その、角、発射角が、割とこうです。発射角？うん。毛穴の。はぁ。で、サイドも、ここも、やっぱり、ちょっと浮いてるんですよ。こうやってやると。ふかふかですね。そう、ふかふかってなる感じがある、うん、プラス、生え癖も、まあ、放射状にこう生えてるんですけど、はい、ここのゾーン全体がね結構前に生えてるんですね、うん、だからこっちに生えてるからこういう風に来て、うん、ここでピョーンって、うん、そこすごい溜まりやすくて、うん、なるというのが、うん、あ強いです。こっちはね、わりかしこっちに生えてるんですよ、うん、そうですね、ここだけこっちに生えてるから、うん、まあ、そういった、まあ、違いもありますね、うん、で、その時になりたかったのが、うん、あ、なるほどなるほど、まあよくある、そうですね、よくある Google 検索でよく出てくる、はい、普通のショートカット、はい、うん、まあでもまあ似てるとは思います。シルエットの感じはね、質感がちょっと違うけど、うん、了解しました。確かに結構短いんですよね。俺はもう短いのはちょっとしょうがないので伸ばすしかないです、うん、はい、で今日はどんぐらい切っていいですか。どちらかっていうとなんか柔らかい雰囲気が好きだなと思ってるので、うん、短くしちゃうとそれって難しいですかね。まあやっぱり本来だったらショートベースだったら、まあせめてこのぐらいの長さ感はあった方がいいんだけど、トップ長くないと、あの柔らかい感じのショートカット、丸い感じにちょっとなりにくいので、やっぱりレイヤー入ってると表面が動いてくれるので、ちょっとこうマニッシュな雰囲気とかになりやすいんですよ。とはいえでもトップ伸ばさないといけないし、今のこの状態だと暴れちゃうので、こんな切らないけど、はい、ちょびっと耳がチラ見えぐらいまで切らせてもらえるんだったら、このレイヤーを詰めるという形でシルエットを今間延びしてるので、こうして横の丸の印象を少し強めるように、切れたらいいなというのはあります。それでお任せしてみます。結局長さちょっと切んないと、あの修正カットできないんですよ。そうですよね。あとは前髪、うん、もう今結構長めで、うざめだとやっぱりどうしてもクールによりますから、うん、まあ、柔らかい感じにしたいなっていうんであれば、まあ目ギリぐらい、そうですね、うん、でちょっと流れる感じに作るというのは必要かなと思います、うん、で黒髪だからちょっと薄めにして、おでこ透けるようにしてというのはマストかなと思いますね、うん、切りすぎちゃってる部分がある場合っていうのは修正の限界はね、あるんですけど、はい、まあ今日できる感じだと裾の方 1,2 センチ切らせてもらって、でフロントレスのこの辺ね、ここやっぱりこの辺がズドンと前にしちゃってるから、それでかなり暗い印象にもなってるんで、軽くするだけでだいぶ印象が変わりますね。あ、全然変わりますよ、そこの 1,2 センチで。ショートは本当に1センチ切ると全然違うから、で後ろもくびれがついてないので、ここのくびれをしっかり作ります。あ、欲しいです。で上はちょっと短いから伸ばさないといけないので、まあ、まだちょっと不可能にはなっちゃうんだけど、という感じで、はい、大丈夫です。はい、やらせていただきます。結構変わると思いますよ。もう、楽しみです。ちょっと、何となんか絶壁だって言ったから良かれと思って、うん、まあ、そうでしょうね。トップにボリューム出したい、やっぱりレイヤーを入れる、短い毛を作って立ち上がるようにするっていうのはセオリーなんですけど、逆にレイヤーを入れることで厚みがなくなる、うん、
紙というのもあって、うんうん、だレイヤーっていうのはやっぱりそのレイヤードっていう言葉があって、重ね着とかもそうですけど、うん、だから重なりを作るんですけど、重なりでね髪がペラッとなることもあるんですよ、うん、で、すくと立ち上がる短い毛ができるんだけど、すいたことによって髪がペラッとなっちゃうこともあるんですよ、髪質とかによってはね。その辺のコンビネーションなので、うん、まあ、僕も学生時代にアシスタントの時に思い出すとちょっと手汗がじわっと出る経験っていうのはもうやっぱりもう死ぬほどしてきたので。でも失敗しないと成長しないので。そうなんですよ。なんか外科医の世界に患者を死なせた数だけ上手くなるみたいな極端な例ですね、うん、あるらしいんですよ、なんかね、医療で言ってました。でも美容師もやっぱりそういう側面はちょっとどうしてもあるというか、うん、失敗で、うん、泣かれた数だけ上手くなるというのを正直まあなくはない職業ではどうしてもあるので、失敗した数だけ、うん、何の職業もそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその失敗した悔しさだったりとか申し訳なさとか、うん、でやっぱりこの頑張ろう、上手くならなきゃ練習しようって気持ちになるから、うん、なんかそれ聞くとまたカットモデルやっちゃおうかなって思いますね。やってよかったです。まあやっぱりその最近など TikTok で失敗さらしとかが結構流行ってたりとかして、すごいちょっと美容師的にはすごく怖いトレンド。はいはい。ハッシュタグ美容室失敗、うん、ハッシュタグおすすめ乗りたいとか一緒にこう学生のことがやっぱりバズるんでしょうね、 TikTok とか、うん、失敗された方の救済企画、うん、今まで結構やってきたんですけど、カットモデルさんのパターンは初めてなんですよ。あ、初めてなんですね。今回結構レアなケース、うん、意外といないんですね。どうなんですかね。いると思いますけどね。うん、まず状態ですね。が、まあ、トップが結構短い。レイヤーもそうなんだけど、そぎによる短い毛も結構ね、このね、このところも入っているというところと、まあ、絶壁でお悩みというところに対して、まあやっぱり割とこうフラットに。なっているかなっていうので、くびれが少し少ないので、こう全体的にすごいすいてあるんですよ。中もそぎがもりもり、量多いし、形作るためにやっぱりスコーっていうのはまあ、セオリーではあるので。で、襟足がこの流れる癖ですね、ここに流れる癖がこうあって、なんか一箇所に固まっちゃうっていう感じに今なっているのかなと思います。本来だったらこのパターンだとこっちをちょっと残してこっちをしっかり軽くする、こう寄ってるからね、まあ、そういうカットが必要だったりしたのかなと思います。右側が割とねシルエットは綺麗に収まってるんですけども、やっぱりね、ここもねやっぱり短い毛がね結構ピンピンと出るぐらいしっかりついてある。で、この浮きがやっぱりある蜂のゾーンのここですね。ここに凪さんはすごく浮きがある方なので、本来だったらここはあんまりここまでセニングでいかない方が良かったので、ちょっと伸ばしたいところではありますね。で、生え癖もこちら側はわりかし自然にこう落ちてくれているんですけど、こっちに来るとこう流れてるので、これが羽の原因になる生え癖プラス、やっぱりここもすごく短くてないので、ここがないからここの土台が暴れる、押さえてくれてないんだよね、上がね、という感じになってますね。レイヤーが入っちゃってベース一線だけでここでね残っちゃってるから、それで跳ねているという感じですね。カットモデルは初めてでした。初めてでした。じっくりしても覚えてる。ちょっとなんか怪しいってなります。これもカラーモデルやらせてもらってるんですけど、肩の方はなんか勇気いりますね。髪が痛むとかあるじゃないですか。髪が痛むし、色が間違えちゃったのもあるじゃないですか。カットだったら最悪やり直してもらえるじゃないですか、ちょっと手直しとか。色だったら余裕になっちゃうんです。次はカラーモデルかな。修正カットになるので、長さを大きく切るわけじゃないので、ドライカットで髪の毛のあるとこないとこ、あと流れとか浮きとか見ながら切っていくので、一旦ドライしますね。はい、はい。で、ここがこっちにぴょんってなるので、家で乾かすときにここですね。ここね、こっちに乾かすほうがいいです。そうすると、ちょっとこう入ってくりやすくなるんで、これだけ意識してみてください。はい。はい、
普段のお客さんと長さそんなに変わらんのに全然違うね。どっちがいいとかじゃなくてね。なんか自分のカットじゃないとこんなにも違うんだっていうなんか手触り。ここ跳ねますね、確かにね。ここ跳ねるから顔周りにしちゃった方がいいんですよね。ここの生え癖が強いのでこっちの落ちてくる系ではあるから、ここのフレームにしちゃった方がいいかなと思います。まずちょっと一旦前髪切りましょうか。長いですね、だいぶね、これね。いつも伸ばせっぱなしなんで、はい、このぐらいの厚み感で切りますね。はい。毛が結構固めなので柔らかい感じになりにくいんですよ。だから、まあ、全体的にちょっと長さを本当は余裕を持って切って質感を軽くカットしていく、ということができると本当はベスト。なかなかやっぱカットモデルさんだとそこまではちょっとコントロールできないんで。でここですね、ここね、跳ねるところなんですが、このある程度の羽はね、ちょっとまだしょうがないですね、ここはね。軽くアイロンしてっていう感じにはなると思います。で、顔周りも、今前髪から、まあ、つなげて。で、毛先をちょっとぼかすと。毛先の5ミリだけをぼかすだけですね。シザーでラインを作ったのをぼかして収まりをつけるのみ。これはまあちょっと薄くね。うん、なんか。じゃあベースカット問題の。ここないので、ないから、このレングスを少し詰めます。うん。シザーでいこうと思ったんですが、レザーでなじませながら切っていきます。耳後ろから前下がりラインですね。短いんだけどまるっとしたシルエットで、そのキュッとくびれてくれるようにねすると可愛さは出るので、うん、あとメリハリがついてね、まとまりも見えてくれますからね。この耳周り、こういう短めのショートヘアの時は耳周りのもみあげですね、ここはしっかり落としちゃった方がいいですね。スイニングで落とした方がフラットな感じにはなってくれます。耳上の後ろか、たまるところは深めチョップカットで間を抜いて収まりをつけると。そうすると今丸みの頂点がもともとここにあったものがキュッと入ってくれることで、まあ、丸い感じのショートカットに、ね、なってくれて、まあ、これで形になるとショートカットっぽい。ここはまだ短いんだけど、まあ、これでほっといて伸ばせばもっとショートカットになっていく、まあ、理想としていたね形になっていくという感じですね。次くびれ作り、ここですね、ここが惜しいんですよ。ここの長さがもうちょっとだったが本当はこう丸くてここからキュッとねなってくれるんだけど、うーんという感じで切っていきます。こことかも長くてちょっとブランと身も残ってる、でもめっちゃ空いてるって感じなので、どうしてもこういう感じだとフラットになっちゃうんですよね。彫刻のようにここはもう切っていくしかないです。でここがこっちに結構流れてここに溜まるので、襟足はもうこれ以上右側は触らずに左側の襟足をまずレザーで削ぎながら作ります。溜まるところに入れていく。ここがすごくギュッとこっちに生えてるので、まあ、これですよね、これが寄っちゃう原因ですね。上を膨らますことができないので、できるだけこのボンドくぼした、ここですね、ここのくびれをちょっとでも増やして鉄壁感を解消していく感じしますね今日。でここはそんな変わってないんだけど、こっちのくびれが少しできたので、まあ、若干ね鉄壁が解消されてるかなと思います。あとはここがもうちょっと厚みがあるともう少しこういう形になってくれるので、まあ、オーバーセクションは少し伸ばしていきましょう。マジで超修正カット全然違いますね。微調節に微調節を重ねて、本当はねもうちょっと拭きたい部分もあるんですけど、まだねちょっと髪が不安定な部分が多いので拭けないなみたいなところはありますただまあシルエットとしては
メリハリがしっかりついたのと、うん、長さを詰めた分ここの短さが軽減してるんですよ、うん、さっきよりここが長く見えると思うんですよね、はい、まあ、それでシルエットがまとまってるように見えるのと、このライン感を綺麗にしたので、かわいい、ね、ちょっとあの耳は見えるラインなんですけど、ここのラインもそうだし、ここのラインも綺麗になってます、うん、本当はここもちょっと長い方がいいんだけどっていうところと、まあ、跳ねまくってた顔周りも切って、うん、厚みのバランスを整えたので髪が動かなく少しなるんですね、うん、乾かし方はちょっと向こうに乾かしてもらうことで、まあ、こういう流れ、顔周りのこの流れと、イメージのこの流れと、アウトラインのこのシルエットが一応ある程度できるっていますので、すごいですね、なんか僕は落ち着くと思わなかったここの毛ですね、ここの毛がそう今住所不特定になってるのでそうこいつが これで落ちても前髪になっても厚くならないし、まあ、横に行っても自然という感じ、うん、この辺にいるんですけど、でいいと思います、うん、はい、ちょっと広げていいですかここ、はい、うん、お願いします。じゃあこうすることでよりこうなるから、うん、まあアイロンはまあ気になるところぐらいの感じではあるんですけどね、まあ、まず前髪あんまり横で取るよりもちょっと縦に分けた方がいいです。一番流したい分け目のところで、真ん中のところで、この端になるところで、ここはもうこう流れがあるんで、まあ、あんまやんない。なんならちょっと真下に下ろして癖を消すみたいな。でここはちょっと流れるところ、でここはいっぱい流れるところっていうカールのグラデーション、強中弱みたいな感じでやると流れた風に結構見えてくれるので、いつも全部まとめてやってます。そうですよね、横一直線でねやるとね結構横線がついたりとか、生え癖によってはなんかうまいこといかない人がいたりとかするので、うん、こういう感じやると今ここいっぱいカールつけて、こっちちょっぴっとつけてみたいな、ここはなんか跳ねてるからむしろまっすぐでいかなぐらいの感じで落としていくと割と自然な流れ前髪になってくれるので、うん、まあ、こういうやり方もありですね。ここですね、ここを曲げちゃえばなんか流れてる風にすごく見えるので、うん、あとはここビヨーンってこっちに行くんで、こういう生え癖してる方結構多いです、まあ、この顔の方にこっちですね、全体的にこういう流れをこういう流れにしていくと可愛くなります。でこっち側はまあやんなくてもある程度なるんで、普通にやれば大丈夫ですから。で後ろね、まあ初めに比べると少しこのくびれはついてるので、後頭部の下のくびれはねちょっとついてるんですよ。上がどうしてもフラットなんですね。だから上をここを丸められると良いです。ここの部分ですよね、ここはね正直あと 3,4 センチ長い方がいいから、ここが丸くなるとここにボリュームが出て下のくびれと相まって鉄壁解消丸みショート、くびれショートみたいな感じになるから、まあでもまあ毛量多めだし、いずれいい感じにはなってくるんで、後頭部の部分ですね、ここをやっぱり丸みつけるの結構難しいから見えないんで、やっぱりここにこう丸みが出るといいんだけど、やっぱり、うん、ウェイト上がるな結構みたいなところがあるかな。ピンセットでこれは、うん、こんな感じでございます。何でしたっけ、金木犀。あ、そうですそうです、ちょっと気になってます。あ、本当ですかこれはいいですよ、ボリューム落としたい場合には、うん、コンと落ちてくれるので、うん、束感も可愛く出るし、匂いもいいし、ベタつかないし、内側からねよくなじませて、よくなじませて、で最後にちょっと前髪に今みたいに触っていただける感じで良いです。そうするとやっぱり結構髪がピタッと薄くなってくれる感じがね出るのと、顔周りとかにつけるとこういう毛束感が可愛く出てくれるので、この束感はヘアバームの方が作りやすいですから、うん。
そのまますっきりしたメリハリのついた形にはでなってるので、もみあげの長さは切ってないんですけど、うん、この前のここと、まあ、耳のこのあたりですよね、うん、もうしっかり切ったここがすごい綺麗、うん、なので、まあ、この辺がもうちょっと伸びてくるとねいいなっていうのがありつつも、うんまあ、これで2ヶ月ぐらいか伸ばしてもらって、うんうん、また似たようなカットをすると、うん、より柔らかい感じの質感のショートカットにはできます。こう重長なのが悩みなんですけど、うん、すごく丸く見える、うんああそう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 、うん、こうしてだからですよね、うん、こうしてこう、うん、こうしたから、うんうん、それはこんな感じでここはねもうちょっと伸びるといいですかね。このくびれはしっかり作ったんで、うんうん、まあ感じでありがとうございます、はいまあ、跳ねないと思うねこれで、うん、はい、すごい短いのに変わるんですね、うん、そうそうそう ないものは変わるないものはどうしようもないでしょと思って、うん、限界はありますよ限界はあるんだけど、やりようはある、し本当にねちょっとの毛の重なりですごい変わるんですよ、ショートヘアって、うんうん、今回のこの動画がね、視聴者さん的にどんだけの変化があったかちょっとわかんないんだけど結構違いますよね。いや、うん、なんかそう、ショートカットで失敗したらおしまいだと思ってたので、まあ、基本的にはやっぱり希望が、まあ、なかなか難しい部分はあるんですけど、まあ、でも今日のパターンだったら直せばいいところさえ明確に分かっていれば、うん、そこだけハサミ入れればいいだけなので、うん、想定内の仕上がりではありますので、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。本日のナギさんのケースですね、カットモデルさんに興味があって念願の募集に、タイミングがあって行かれてカットしてもらったと。で、まあ、スタイル的にはね、まとまっていたけど、まあ、やっぱりちょっとこうクオリティの部分で家でのお手入れだったりとかまとまりが追いつかないというところでの、まあ、修正カットとなりました。僕は新さんと5年間やってたんですけど、最後カットに入ってから1年半ぐらいかな、やっぱりカットモデルさんっていうものをもうめちゃくちゃやらせてもらって100から150名ぐらいはカットモデルさん練習させていただきました。本当にね、その時にカットさせていただいた皆さん本当にありがとうございます。まあ、そういった皆さんのおかげで美容師はスタイリストになることができると。まあ、見かねもね、今カラーモデルさんをね募集して頑張っていますけれども、まあ、やはりちょっとね、当時の僕もですし、未熟なね、部分はあるんですけれども、まあ、代わりにね、無料だったりとか、材料費だけとかでね、やらせていただいているというところで、美容師さんのカットモデルさんという、まあ、制度が成り立っております。まあ、今回の場合はね、ナギさんの髪質自体はね、直毛寄りで、癖への対応っていうのはね、なかったんですけれども、浮き癖であったり骨格、あと生え癖という部分ですね、を、やはりショートカットにしていくというのは、まあ、ちょっと注意が必要であったという症例となりました。ショートカットっていうのは本当に少しハサミ入れるだけで全然変わるんですね。ということはやはりカットをする時もハサミのちょっとした角度であったり深さであったり向きであったり、レザーで言ったらどのぐらいつまむのか、パネルの厚み、ストロークの幅、角度、強さなんかでものすごい変わってくるんですね。やはりそのぐらい繊細な作業であるというところを、まあ、僕自身も再認識しました。だからこそね、やはりショートカットは難しいと言われるであったりとか、ショートカットで満足のいくことがあまりないみたいなお客様も多いのかなと思います。なのでね、そんな一般の方向けのショートカットの、ね、上手な美容師さんをお探しするサービスであったりとか、ショートカットのお手入れとか、どういうふうにしたら失敗しないショートヘアのオーダーができるかなどを、ミッチーがあなたの専属トレーナーになって解決していくあなたの髪の処方箋が概要欄にありますので、よかったら気になる方は登録してみてください。また美容師さん向けの新サービスとしてミッチーカットアカデミーですね、こちらも美容師さん用の LINE が概要欄にございます。カットだけではなくてカウンセリングのコツであったり、もちろんカットであればシザー、レザー、セニング、そぎ切り、まあ、髪質や骨格、浮き癖、生え癖などのような対応であったりとか、今日のカットの完全版ですね、YouTube では公開できない尺の部分も、そちらで公開がしておりますので、また、宿毛矯正とかにおいては、薬剤設定や、僕そんなに詳しくないけど、ケミカルの部分であったりとか、そういったところも、包み隠さず全て解説、レクチャーしておりますので、気になる美容師さんはぜひ登録してみてください。世の中からね、ショートヘア、髪の毛で悩む方が一人でも減ることと、世の中の美容師さんが、まあ、僕にね、できるレクチャーで
上手になって周りのお客様を幸せにしていただける未来をね、これから頑張って作っていきますので、これからもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。